とえ日本でも世界遺産といえば、行くのがなかなか困難ではないでしょうか。そんな世界遺産の中でも、駅を降りるとすぐに行くことができるところがあります。今回はアクセスが最も最高な世界遺産、ル・コルビュジエの建築作品の登録経緯についてです。奄美大島、徳之島、沖縄島北部および西表島が世界自然遺産への登録を勧告されたわ。それだけじゃないんだぜ。北海道北東北の縄文遺跡群も登録を勧告されたんだぜ。去年、コロナで世界遺産審議会が中止になったんだけど、その反動で今年は2件まで推薦可能になってたのよね。そうなんだぜ。正直、奄美の方は自然遺産の方はいけると思ってたけど、縄文遺跡群の方は、ハーフハーフだと思ってたんだぜ。これらに関しては琉球王国のグスク及び関連遺産群と、世界遺産候補物件を辛口ランク評価の動画で触れてるからぜひ見てほしいんだぜ。なんて言ってたらそれをミニブラウザバックされちゃいそうなんだけど、今回は一体何を紹介するつもりなのかしら？せっかく日本中が世界遺産登録に湧き上がってるんだし、手っ取り早く見に行ける世界遺産がいいんだけど、それならぴったりの物件があるんだぜ。今回は、ル・コルビュジエの建築作品近代建築運動への顕著な貢献を紹介するんだぜ。え？なんなのそれ？このチャンネルでは日本の世界遺産を紹介するんじゃなかったのかしら。そのルなんとかっていうのはどこの国のことなのよ。せっかく日本で世界遺産が2つも登録されることが決まったのに、わけのわからない単語を出さないでよ。霊夢、ル・コルビュジエというのは人の名前なんだぜ。20世紀の近代建築活動に多大な影響を与えた建築家で、世界各地に残るル・コルビュジエの建築作品のうち、フランスを中心とする7カ国に残る建築群が対象なんだぜ。数カ国で共同で一物件として登録された世界遺産なのね。申し訳ないけど、手っ取り早く訪問して世界遺産を目に焼き付けたいのよ。ワクチン打たないと海外旅行なんて行けないから、ここ後回しにしてほしいんだけど。霊夢、この世界遺産は上野に行けばすぐ見られるんだぜ。上野って東京の？そんな身近なところに世界遺産があったの？そもそも東京に世界文化遺産ってあったのね。実は東京は、文化遺産、自然遺産、両方を保有している数少ない都道府県なんだぜ。自然遺産は小笠原諸島よね。本土からあまりにも離れすぎてるから、東京って感じはしないけど。そして、文化遺産の方はというと？それは、国立西洋美術館。上野駅のすぐ近くにある国立西洋美術館が、ル・コルビュジエの設計した近代建築として、実は世界遺産に登録されているんだぜ。上野って、アメ横とか動物園とか、すごく通俗的なところよね。そんなところに世界遺産があったのね。上野は東京大学や東京芸術大学も近くにあるため、文化芸術学問の街としての性質もあるんだぜ。国立西洋美術館は、印象派など19世紀から20世紀前半の絵画彫刻を中心とする松方コレクションを収蔵するために、1959年に完成したんだ。その松方コレクションってのは、スーパーマリオブラザーズ1、2、3が入っているものなのかしら。スーパーファミコンよねあれって。霊夢、それはスーパーマリオコレクションなんだぜ。松方コレクションってのは、実業家の松方幸次郎が、大正初期から昭和初期にかけて集めた、美術品コレクションなんだぜ。浮世絵が約8000点、西洋美術が約3000点ほど存在していたらしいんだ。松方幸次郎ってのは、第6代内閣総理大臣の松方正義のご子息よ。川崎重工業の前身である、川崎造船所の社長さんで、イギリス、フランス、ドイツ等で美術コレクションを収集していたらしいの。現在の東大に進学したそうなんだけど、校内紛争に関わって奉公処分に、その後アメリカに留学して法学の博士号を取得、帰国後に秘書であるお父様の秘書に、その後創業者でもある友人に見込まれて川崎造船所の社長に就任、という波乱万丈な人なんだぜ。第一次世界大戦に伴う、船舶需要の高まりを受けて業績拡大、
貨物船の売り込みなどを目的としてロンドンへ行った時の画廊で興味本位で絵画を購入したことをきっかけに美術品収集を始めたと言われているんだぜ。このロンドン滞在中にイギリス絵画を中心とする1000点以上の作品を収集したり、フランスの宝石商アンリ・ベベールが持っていた浮世絵約8000点を一括購入、その他ロダンの代表作を一括購入していると。これが1916年から1918年にかけての第1回目の収集旅行と言われているわ。この後も何回かヨーロッパ遠征で収集しているんだからお盛んよね。なんというか、金持ちの道楽って感じよね。しかし、1927年に世界恐慌の影響で川崎造船所の経営が破綻し、負債整理のため松方も資材を提供せざるを得なくなったんだ。お金の工面で美術品コレクションを売り払う。現在でもよく聞く話よね。栄枯盛衰の儚さよ。日本にあったコレクションは15銀行、富士木ビルなどの担保となり、売り立てにより西洋美術1000点以上が散逸してしまったんだ。その一部は現在、ブリヂストン美術館、大原美術館に収蔵されているわ。ちなみに、浮世絵のコレクション約8000点は約10年後に皇室へ献上。その後、現在の東京国立博物館へ移管されたそうよ。一方、日本国外で保管していたコレクションは散逸を免れたが、海外から日本に移送するにあたって、莫大な関税がかかってしまうことがネックとなったんだ。関東大震災の復興資金のため、10割関税、つまり買い値と同じ関税がかかってしまうことになってたのよ。あと、昭和初期に軍国主義、国粋主義的風潮が強まる中で、西洋美術のコレクションは軍部に悪印象を与えるのを恐れたこともあり、しばらく日本国外に泊まることになったんだ。ところが残念ながらロンドンで保管されていたコレクション約900点は、1939年に火災で焼失。でもパリにあった400点以上のコレクションはロダン美術館から、パリ近郊のアボンダンに疎開させられていたため無事だったんだ。この疎開の経緯としては、元大日本帝国海軍大尉である、日置浩三郎の尽力のおかげでもあるんだぜ。旧日本軍の方にも、貴重な芸術品を失わせてはならないというお気持ちの方がいたのね。美術界のシンドラーのリストだわ。この日置さんがどういう人なのかわからないけど、ここにも知られざる感動秘話がありそうね。疎開していたおかげか、ナチスドイツによる略奪は免れたものの、戦後、そのドイツと同盟国であった日本は敗戦国であったため、財閥の松方コレクションは敵国財産としてフランス政府に接収されてしまった。戦後、日本に返還されたものを収蔵するために建てられた専用美術館が、国立西洋美術館ってわけね。まとめると、松方コレクションのうち、日本国内のものは売却されたか皇室に献上、ロンドンのものは火事で焼失、フランスのものは戦後没収されたけど、日本に返還された、と、なんだか数奇な運命の美術品ね。フランス政府に押収された松方コレクションの返還交渉は難航したそうなんだけど、1951年のサンフランシスコ講和会議の際に、吉田茂首相がフランスの外務大臣に要求し、返還されることが決まったんだ。当本人の松方さんは前年の1950年にお亡くなりになってしまうの。晩年はフランスからの返還に備えて、受け取りサインを書く練習をしていたそうよ。自分の集めたコレクションなんだから、返してもらえないまま請求してしまったのは悲しいわね。しかも、重要なゴーランやゴッホなど、いくつかの作品についてはフランス側が譲らず、結局、絵画196点、素描80点、版画26点、彫刻63点、書籍5点の合計370点の作品が、美術館を建設して展示するという条件付きで日本政府に返還されたんだ。松方さんが買い取ったものなのに、重要なのは返しませんなんて、津島仏像盗難事件を思い出すわ。韓国の窃盗団が盗んだものなのに、もともとは韓国のものだって言って向こうの裁判所が返してくれないのよ。
話を元に戻すけど、こうした経緯で、フランスからの松方コレクション受け入れのための美術館が必要となり、レイノル・コルビュジエ氏により基本設計が行われ、1959年に国立西洋美術館として開館したんだぜ。ル・コルビュジエ氏が設計者として指名された詳細な経緯は不明だけど、フランス側の心象を良くするためにフランスの著名な建築家を起用することや、この機会に世界的建築家の作品を日本で実現したいといった意見が出ていたそうよ。ル・コルビュジエが契約していたのは美術館の基本設計のみで、具体的な寸法なども含めた実施設計は、お弟子さんの坂倉純三氏、前川邦夫氏、吉坂高正氏の3人が担当したそうだぜ。尊敬する巨匠の基本設計のもと、日本の建築物に関われるなんて嬉しかったんじゃないかしら。建設にあたっては、無限成長美術館構想のもと、モジュロールを積極的に取り入れる形で寸法が決められ、1958年3月21日に起工式、それからほぼ1年後に竣工となったんだぜ。モジュロールっていうのは、ル・コルビュジエが、人体の寸法と黄金比から作った建造物の基準寸法のことよ。何がなんだかよくわからないけど、すごいのよ。そして、2007年には重要文化財の指定を受けたんだぜ。日本の文化財保護法では、築50年を経過していないと重要文化財にはなれないんだけど、フランス政府から暫定リスト入りの正式な打診を受けて特別に指定されたそうよ。世界遺産の推薦要件には、国内法による保護を受けていなければならないからな。そして、世界遺産の暫定リスト入りを果たすわけよね。この経緯はどういったものになるのかしら。20世紀から、世界遺産の登録の地域に偏りがあることが指摘されていて、産業遺産や近現代建築も増やす傾向となっていたんだ。21世紀に入ると、ル・コルビュジエの建築物が多く残るフランスで、これらを世界遺産に登録しようとする機運が高まり、2004年にはル・コルビュジエ財団を中心とする、世界遺産登録に向けた委員会も発足したんだ。フランスはル・コルビュジエの建築が残る該当国の政府に参加を打診した結果、日本を含む6カ国が参加の意思を示したんだ。そして、各国に残る建築物をアトリエ、個人邸宅、宗教建築など、8つのカテゴリで分類した23件を選出されたんだ。このうち、インドは辞退しているわ。インドの候補物件であるチャンディガールは、かなり新しい街並みだから保護対象とできなかったのでは、という説があるわね。そして2008年にフランス政府からユネスコ世界遺産センターへ推薦書が提出されたんだぜ。しかし、顕著な普遍的価値の証明が不十分と判断され、翌年5月に登録延期が勧告されてしまったんだ。その年の世界遺産委員会でも、ル・コルビュジエの作品を世界遺産に登録すること自体には異論が出なかったのよ。でも国境どころか大陸をも超える事例は珍しくて、その連続性をどう捉え、構成資産の総体にどのような顕著な普遍的価値を認めるかという点で議論になってしまったの。世界遺産がそのような特定の芸術家の人生を検証する場としてふさわしいかどうかが問題となったんだ。結局、ル・コルビュジエ氏という建築家に焦点を絞ったのが理解されなかったのよね。確かに、なんでこの人の設計したものが、世界遺産になるのかわかりにくいのよ。そしたら隈研吾の建築遺産群でもいいじゃないのって話になるのよね。そもそも、日本人の多くは、ルなんとかって誰だよって思ったでしょう。日本人はルー大芝しか知らないのよ。そして、最初に世界遺産センターに推薦した時には見送りが決まってしまったんだぜ。結局、構成資産と推薦理由の見直しが行われた結果、ル・コルビュジエ個人から、近代建築運動への貢献へと評価の主軸が移され、その観点を基準として構成資産が22件から19件に整理されたんだ。名のある建築家の建築群というカテゴリではなく、世界の近代建築の進化に貢献したものってことで押すことにしたのね。世界遺産名としても、近代建築への顕著な貢献ってサブタイトルがついてるものね。でも、そもそもル・コルビュジエ氏ってそんなにすごい人なのかしら。この人は近代建築の三大巨匠と位置づけられてるんだぜ。歴史上の功績としても、鉄筋コンクリートを利用し、
装飾のない平滑な壁面処理、伝統から切り離された合理性を信条としたモダニズム建築の提唱者であり、とにかくすごい人なんだぜ。あとは、近代建築の五原則というものを体現した人なんだ。そんなにすごい人だったのね。確かに国立西洋美術館にもピロテあるものね。世界的な建築仕様に影響を与えたって意味でも、納得よ。ピロテや屋上庭園って今では珍しくないけど、当時は画期的だったんでしょうね。そして2011年、パリで行われた第35回世界遺産委員会で再び推薦されたんだぜ。これで晴れて登録されたってわけね。残念ながら、この2回目の推薦でも見送られてしまったんだぜ。でも、登録は開始され、継続審議となったんだ。これは、大陸の枠組みを超えることの議論によるものなんだぜ。確かに、日本とフランス、アルゼンチンとかも一緒くたにして登録するわけだしね。封建的な委員が躊躇したのかも。でも、複数国の資産を一物件で登録している例はあったんだけどね。ピレネー山脈なんかもスペインとフランスの共同物件よ。その後、2014年にインドが再び推薦国に加わり、2016年の審議を目指して3度目の推薦が行われることが決まったんだ。インドのチャンディガールのうち、行政地区の中心部が推薦物件に加わった。一方、フランスのスイス学生会館とジャウル邸、スイスのジャンヌレ邸が除外されて前回の19資産よりも2件少ない17資産で推薦。20世紀建築への影響という側面だけに絞り、この観点からさらなる価値の証明が練られたことで、2016年、第40回世界遺産委員会で正式に登録されたんだ。毎回おなじみの、世界文化遺産登録基準1から6のうち、どれが採用されたのかしら。当初の推薦時の通り、1、2、6に該当すると判断されたんだぜ。最終的な登録理由は次の通り、基準1については、人類の創造的才能を表す傑作であり、建築及び社会における20世紀の根源的な諸課題に対して顕著な回答を与えるものであるとされた。基準2については、近代建築運動の誕生と発展に関して、全世界規模で半世紀にわたって起こった、前例のない人類の価値の交流を示しているとし、その建築群はピューリスム、ブルータリズム、彫刻的建築という近代建築の3つの大きな潮流の誕生の因と位置づけられている。基準6については、構成資産がその理論と作品において20世紀における顕著な普遍的意義を持つ近代建築運動の思想と、直接的かつ物質的に関連しているとし、単に、ある時点での模範的な意料にとどまらず、半世紀を通じて全世界に着実に広められていった建築及び文字による提案の顕著な総体であると位置づけられた。登録基準1は見た目とかが世界的にズバ抜けて素晴らしいものって基準なんだけど、各国の17物件全てに該当するかどうかは議論されたそうよ。結局、登録済みの世界遺産である、パンプーヤの近代建築群、カラカスの大学都市といったモダニズム建築の世界遺産で、基準1が採用されてるんだからってことでめでたく適用となったそうよ。見た目の素晴らしさについては主観が入るから難しいところなんだぜ。日本の世界遺産でも、あんまり採用されてないからな。とまあ、こんな感じで今回は、大陸を越えて登録された世界遺産ルコルビュジエの建築作品近代建築運動への顕著な貢献の中でも、国立西洋美術館を紹介したんだぜ。なんでここが世界遺産なんだろうって思ってたけど、近代建築に影響を与えたルサンの残した遺産ってことで納得したわ。共同物件だけど、日本の世界遺産であることには変わりないものね。都心からも近くてアクセスもいいし、ある意味、日本で最も訪問しやすい世界遺産なんだぜ。アメ横の観光のついでに、ぜひ、ルサンの魂を感じてほしいわ。もし、動画の内容を楽しんでいただけましたら、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではご視聴、ありがとうございました。